どうも、ロッチュン TV です。本日はですね、ドラゴンクエストウォーク。こちらのゲームで、序盤にスタートダッシュを決めたいあなたに送る、とっておきの情報をお知らせしたいと思います。ついにですね、事前ダウンロードも開始されたドラゴンクエストウォークですけども、今回お伝えする情報は3つあります。で、前2つの情報は、結構皆さんご存知かもしれないんですけども、スタートダッシュするための情報をお知らせしていきます。で、最後の情報は結構、誰も言ってない独自の情報だと思うんで、それがもし参考になったら、ぜひともチャンネル登録、高評価してってください。で、まずですね、このゲーム、スタートダッシュするために大事なのが、まあ武器とかもあるんですけども、ステータスを上げていくには、まあ、レベルを上げる、あとは武器とか、まあ、ガチャとかで武器を入手するとか、いろいろあるんですけども、かなり重要なステータスを上げる方法、もう一つありまして、モンスターの心を集めるというものがあります。で、これが結構大事で、まあ、武器とかよりもモンスターの心を集める方がステータスが上がったりもするので、序盤、スタートダッシュするためには、モンスターの心を集めていくことが大事となります。で、モンスターの心には色がありまして、対応する職業の対応する色をつけていくと、ボーナスがあるので、その色に応じたモンスターの心をつけていくことが大事です。で、モンスターの心をつける枠は3つありまして、2つは色が決まっているんですけども、もう1つ、右下の枠にはレインボーの枠がありまして、ここにはどの色のモンスターの心をつけてもボーナスが得られるので、ここに違う色でもモンスターの心、強いものをつけることが大事となります。で、結構ね、装備とかはつけていくことは分かりやすいんですけども、モンスターの心を装備するっていうのが最初分かりにくいので、これを必ず装備するようにしましょう。で、モンスターの心にはグレードがありまして、まあ一番上だと S ランクのモンスターの心とかがありまして、その S ランクをつけるか、それとも素で強いモンスターの心をつけるかっていうところを選択してつけていくことができます。で、モンスターの心の入手方法なんですが、モンスターを倒すとたまに入手することがあります。で、あとはフィールド上にモンスターの心を絶対に確定で落とすモンスターというのが表示されることがあります。で、そのモンスターを倒すと絶対にモンスターの心を落とすということになっているので、フィールドで見つけたら狩りに行くことが大事ですね。で、モンスターの心は合成してランクを上げることができます。なので、同じモンスターの心をいっぱい集めて合成して強くしていくというのも最後のエンドコンテンツとしてあると思います。で、あとはモンスターの心について気になるところは他の動画で上げていますので、ぜひとも他の動画も見てみてください。はい、そして次にスタートダッシュをしていくために大事となるのが、メタル系モンスターを狩るというものです。メタル系モンスターはフィールド上にランダムで出現して、まあ、ベータバージョンではメタルスライムとメタルブラザーズが登場しました。で、メタルブラザーズを買うとこのように大量の経験値をもらえるので、このメタルブラザーズとかを見つけて買っていくのも非常に最初のスタートダッシュに重要となります。で、メタルスライムの借り方っていうのは、まあ、別の動画であげたりもするんで、まあ、それも見てみてください。で、ここで軽く説明すると、まあ、会心攻撃で倒す。もしくは、複数回攻撃する。まあ、氷結乱撃とか、タイガークローとかで倒していくっていう。で、あとは、必中剣で倒すという手があるんですけども、まあ、必中剣の場合、全員が必中剣を持っていれば使えます。まあ、それはどういうことかというと、メタルスライムの HP が4です。で、4の HP を倒すために、4人とも必中剣を打てば、まあ、1ターンで倒せるんですけども、まあ、1人だけ必中剣を打ったりして他の人が普通に殴るだとミスしてしまうのでうまく倒すことができません。なので、まあ、必中剣をおすすめする方もいるかもしれないんですけども、まあ、必中剣は自分的にはあんまりおすすめしないですね。で、なぜかっていうと、まあ、武器構成を考えると、まあ、1人は僧侶を入れることが多いと思います。で、僧侶を入れるとその分必中剣を打てる職業が1人減るので、まあ、メタルスライムですら1ターンで確実に倒すってことはできないんですね。なので一番おすすめは会心の一撃が出せる武器で倒すということが一番おすすめです。で、その次に、まあ、複数回攻撃の攻撃で何回も当たることがあればダメージを与えることができるので、まあ、保険的な意味で複数回攻撃で倒していくともありだと思います。なのでね、一番のおすすめは会心の一撃の出る攻撃で倒していく、まあ、もしくは即死のキラーピアスを持っていればキラーピアスという手もあります。で、メタル系モンスターを効率よく買っていくことによって、スタートダッシュ決めることができると思うので、ぜひともやってみてください。まあ、武器の情報とか、リセマラ情報とか、
まあ、強い武器の情報は他の動画で上げてるので、ぜひとも他の動画も見てみてください。で、3つ目のスタートダッシュ情報なんですけども、これが結構ね、まあ、独自だと思います。何かと言いますと、最初多分起動した時にイベントクエストというものが表示されてると思います。イベントクエストは、まあ、ゴールドを稼いだり、あとは武器の強化パーツ、まあ、武器の強化素材とかを得られるやつとか、そういうのが表示されているクエストのことです。で、イベントクエストは最初ベータバージョンの場合は初級編と中級編が出ています。で、中級編は初級編をクリアしてから挑むことができるようになるんですけど、その中級編というちょっと難易度の高いクエストを受けると目的地表示されるんですけど、その目的地の周りにそのイベントクエストのレベルのモンスターが出ます。まあ、つまりどういうことかというと、そのイベントクエスト中級をセットすると、そのセットのゴール地点の周りに今ストーリーでやるよりも強いモンスターが出ます。で、その強いモンスターを頑張って狩れるようになれば得られる経験値とかが非常に多く、そしてランダムで出るわけじゃないんで、メタルスライムよりも非常に効率がいいです。まあ、ただこれを狩るためにはステータスを上げていかなくてはならないので、最初言っていたモンスターの心を集めるか、もしくは武器を集めるか、そしてあとはプレイヤー自体のレベルを上げていくかっていうところが大事になってきます。で、あとはね、他の動画で多分説明するんですけど、パッシブというものがありまして、各職業のレベルをある程度上げるとパッシブスキルが取ることができて、まあ、それを取得してから転職してさらに強くしていくっていう育成方法もあるので、そういう育成方法を組み合わせながら強い目的地のモンスターを乱獲することで非常に効率よく経験値を稼ぐことができます。まあ、これちょっとベータバージョンの話なんで、製品版でその強いクエストがあるかどうかっていうところもあるんで、まあ、もし製品版に強いクエストがあれば、それを設定してそこの周りのモンスターを乱獲していくっていうのが非常に序盤のスタートダッシュにつながると思います。で、あとはこの方法を使うと早めに強いモンスターと戦うことができて、早めに強いモンスターの心を得ることができるので、序盤でのステータスアップにつながると思います。はい、ということで今回は3つのドラゴンクエストウォークスタートダッシュしたい方のためにとっておきの情報をお知らせいたしました。少しでも参考になったらぜひともチャンネル登録してってください。で、あとはね、ドラゴンクエストウォーク、まあ、ガチャ、武器がガチャあるんで課金ゲーだみたいなことを言われていたりするんですけども、まあ、今回紹介したモンスターの心とかもあるんで、まあ、時間とか、あと歩く距離とかプレイ時間とか、そういうのが必要になってくる要素もあるので、非常にやり込みがいがあると思います。で、モンスターの心を集めれば無課金でもいけたりもするかもしれないし、まあ、あとは今のところ対戦要素もないので自分のペースでやっていけると思います。で、まあ、ポケモン GO みたく位置情報とドラゴンクエストが合わさったっていう非常に期待しているゲームなんで、発売後も攻略情報とかいろんなためになる情報とかがあったら動画をアップロードしていきます。じゃあ、ついにね、リリース間近で、あとリリース時間なんだけど、まあ俺の予想では昼頃出るかなっていうところです。ゼロ時には多分出ないんじゃねえのかな。で、一応ベータがね、11時ぐらいからだった気する。で、お昼だったんで、ベータのことを考えるとお昼頃来るのかなっていうところ。まあ、もしくはそれより遅れる可能性もあるかもしれないんだけど、まあ何時に出るかもちょっと楽しみですね。自分もね、ドラゴンクエストシリーズ大好きで、ドラクエいろいろやってきたんで、今作非常に楽しみです。で、今後アップデートでモンスターを仲間にできたりとか、まあ、あとは対戦要素とか、まあ、ポケモン GO でもね、結構時間を、アップデートを重ねていって、対人戦要素が追加されたりとかあったりしたんで、まあ、そういうのもね、アップデートにも期待できるかなと思っています。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価していってください。それでは、のっちん TV でした。またな、バイバイ。
Sweet my pants, if you were deep, you'd die to me.